大戸狩橋付近により下流方、高崎川に合流する南部川、鹿島川に流入する、高崎川、高崎川は、千葉県中央部を流れる利根川水系の一級河川。八幡市中心部の大池付近に源を発し、北流する。源流部は、住宅団地により、暗渠化されている部分があり、派生付近より地上のみを流れるようになる。市北部の分威付近で、 大池調整地に流入し、以降富里市との市境付近を流れる。中沢付近で、八幡市朝日付近を水源とし、富里市重層、高野、流宅を流域とする支流を合わせるが、富里市では、高崎川の水源を、七栄、高野、八幡市の三箇所として織りこの支流も含め、高崎川と総称している。富里市内は、高崎川の多日が多く、 水害が昔から頻発していたため、支流域等に調整地が多く設けられている。まただこうして流れていたことから流域では、くずり様のお札や、長いの大蛇のような蛇にまつわる伝承も残っている。流れを西に変えた高崎川は、陰馬群支水町に入り、JR 成田線沿いを流れる。桜市に入ると、 高岡付近で主流の南部川を合わせ、JR 総武本線を越えて、桜市街地に入る。流東京で、寺崎都市下水路を合わせると、市街地を抜け北西流し、寺崎付近で鹿島川に流入する。市水町、馬橋の千葉県道76号鳴門市水線、新津都美大橋より下流部 6.07km が一気河線に指定されている。 高崎川はインバ沼開発事業の一環で1969年まで河川改修が行われたが、前日の通り流域では水害が多発しており、特に平成3年台風15号、平成8年台風17号、平成13年10月10日豪雨では水があふれ、道路冠水や床上浸水等流域で大きな被害が出た。高崎川流域の西二町で、 雨水対策を円滑に進めるため、1992年に高崎川流域雨水対策協議会が設置された。流域自治体での協議の上、国や千葉県に治水対策の要望を行っている。市街地である下流部では、平成3年台風15号以降、寺崎都市下水路を含む、 抜本的な河川改修の必要性が唱えられた。都市化によるヘドロ堆積対策も兼ね、1995年度に、寺崎橋より河口までの掘削、築定が行われた。それを皮切りに、城南橋、日の口橋付近でも春節が行われたほか、1997年度からは、JR 総武本線、成田線橋梁より、下流の2650メートルについて、 長期間にわたる河川改修が続けられている。非門逆止め弁の設置も進み、排水ポンプ設備は1992年度の整備開始以降2003年度までに、寺崎都市下水路を含む、本設9カ所、仮設4カ所まで増設された。にもかかわらず2001年10月10日の豪雨では、被害が大きく、河川事業の効果を疑問視する意見も出た。 排水ポンプを整備しても排出先の高崎川の流出能力が追いついていないと効果がないため対策として八千台市村上にあるインバー放水路の大和田排水機場を活用しあらかじめインバ沼の水位を下げておくことやインバ沼自体の回収の必要性も出たが寺崎都市下水路からの流入量増加に対するものとして寺崎南部調整地の設置と大崎台 調整地の改修が行われた。下流部の負担軽減のため上流部でも貯留設備の増設を行っており、河川全体で計画貯留量48万1195立方メートルの確保を目指している。2001年後以降は、しばらく目立った水害が起きなかったが、2013年10月台風にて、高崎川南公園前、排水ポンプ場の水位計が破損し、 ポンプが停止する事故が発生。復旧と対策のほか、河川堤防の緊急的な重上げを2014年5月までに実施した。当初2013年度の事業完了予定であった河川改修事業は2018年度まで延長され、現在も続けられている。源流部の八街市では、冠水対策として大池調整地が整備されている。 2002年度より築造に着手し、2004年度に、軽打ちと連絡水路が完成。続いて2007年度より、上流池の築造に着手した。全体の容量は、約9万千立方メートルで、JR 八島大北側より、分位、朝日にかけての53ヘクタールの雨水を処理する。その後2012年度より4年間かけて、八島大北側市街地への大池第三。 雨水幹線の延伸も予定されている。高崎川の一級河川と普通河川との境界は、止水町の新津見橋である。だがそれより、上流側の区間において、地方文献一括法施行による、国有財産上と手続きで、聖堂部分を止水町へ移譲する際に、新津見橋から高野台橋までの間は、構図と実際の水路とに相違があり、また高野台橋から、 富里市、堺までの間は構図に水路が記載されていなかった。昭和40年代の土地改良事業で構図の水路記載が抹消されてしまったのが原因だが、そのため市水町は、この常用申請を見送らざるを得ず、町内の普通河川区間は現在千葉県の農業、振興センターの管理下にある。以前より、護岸対策が不十分で堤防が崩落しており、 東日本大震災によりさらなる被害も出たため、この区間の異常が今後の課題である。なお高野大京より上流域では1974年以降の県営管外排水事業で、すでに小岩対策が終わっており、また2013年の東関東自動車道止水、インターチェンジ新設に合わせて一部森土工事やカルバート工事も行われた。地名に見る富里の歴史。 桜市議会会議録平成8年9月定例会。桜市議会会議録平成24年11月定例会。桜市議会会議録平成21年2月定例会。桜市議会会議録平成26年6月定例会。桜市議会会議録平成26年9月定例会。ありがとうございます。